アレッサンドロ・ポエリオ級系偵察官は、イタリア海軍が第一次世界大戦中に収益させた系偵察官の艦級、実質的には共同駆逐艦に相当するものであり、1921年に駆逐艦に類別変更された。艦備から取られたクリエルモ・ペペ。後に、スペインに売却されて、テルエルとなった。本級の戦隊形状は、 艦首還元のみ高い単線手朗型船体である。艦の構造を全部から記述すると、干渉甲板上に手法の1 0 2トル速射砲を単装砲がで一機、配置、その背後に操打環境と簡素な全部マストが立つ。船体中央部に2本煙突が立ち、その周囲にはキセル型の通風塔が立ち並び、空いた場所は関西艇置き場となっており、 関西艇は日本一組のボートダビットが、片弦一組ずつ、計二組により運用された。原則部には2箇所の張り出しが設けられ 10.2cm 速射砲が、片弦2機ずつ配置された。2番煙突の後方の中央甲板上に 45cm 連装魚雷発射管が直列で2機配置され、後部マストと後部見張り所を挟んで後部甲板上に6番手砲が1機。 配置された。1913年6月、アンサルド社ジェノバズオ船所で、寄港。1914年8月浸水。1915年5月、浸九1938年6月に、スペインに売却され、ウェスカと改名されて、スペイン海軍で収益。1913年6月、アンサルド社ジェノバズオ船所で、寄港。九百十四年八月浸水。 1915年8月、春高。1918年11月16日に、地中海で沈没。1913年7月、アンサルド社ジェノバズオ船所で、寄港。1914年9月浸水。1915年8月、春高。1938年6月に、スペインに売却され、テルエルと改名されて、スペイン海軍で収益。 ありがとうございます。